まあ、僕正直言って日本でおそらく一番長く一番深く調べてきた部門が L1、はい、15問が L3 であることが多いです。それは実験すれば分かるんだろうという仮説だけ今あって、この仮説の検証を何度もやってきて、はい、では始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、なんと保育会の巨匠と呼ばれる広前田先生においでいただきましてありがとうございます、はい、今回はですね、トイックの結果を受け取ってアビリティーズメジャードという謎のものがついてて、うん、これ何、これどうやって読むのってなってる人が多いと思うので、その見方をちょっと解説してもらおうかなと思います。もう、はい、まずですね、リスニングですね、5つの項目はあるわけですけど、はい、それぞれのやつが何を表してるんでしょうか。これはい、リスニングの1番目を L1 っていうことにしましょうか。ほうほう、 L1 と3をセットに考える、うん、お、なるほど。で L2 と4を別のセットに、うん、として考える。ほうほうほう。で L1 と3というのは、パートの1と2に相当するので、うんうん、パート1と2、31問あって、その31問は必ず L の1か L の3のどちらか1つだけに分類されています、うん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 、で同じことがパート3、4にも言えて、パート3、4合わせて69問、うん、この69問が全て L の2か L の4、うんうん、どちらか1つに入っていると。 L5 はちょっとややこしいので後回しにして、はい、で L1 と3、うん、これはパート1、2の中でその問題の性質に合わせて1つ目かまたは3つ目に分類されていると、うんうんうん、まあ、すごくざっくり言うと、はい、少し想像が必要なタイプの問題が1番目に分類されて、うんうんうん、そして、もうちょっとこう直球の何時って聞かれて5時って答えてるような、はいはい、そういうクエスチョンは L の3番目に分類されているということが言えます。 L の1に当たる写真の問題ってどういうやつなんですか。はい、例えば今後ろにありますね、はい、いろいろあって、じゃあまあ女性が、なんか掃除してますと、はい、で仮にその動詞を見て、はい、女性が掃除機を持っている、はいはい、またはツールを持っている、うんうん、そういうふうに手に持っているのは写真を見れば絶対に正しいって言えますよね、はい、それは推測が全く必要ない、うん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 、ということはそれは L の3番目に入ると、はあはあ、けども同じ写真だとしても女性は今掃除をしているとかね、はいはいはい、そういう動詞の部分が、え、写真で見てこれ本当に掃除してるって言えるの。ああ、なるほど。例えば2人の人がいて、はいはい、They are having a conversation、はい、まあ常識的に考えたら、まあ、きっと会話してるだろうけれども、うんね、写真からは確定はできない。それは L の1に入る。これがだから31問のうち半々になってます、うんうんうん、まあ、16問が L1、はい、15問が L の3であることが多いです。へえ、すごい。それは実験すれば分かるんで、ものだけの場合は、誰かがこれこれしてるって言えないから、はい、何かがどこどこにあるとか、はい、状態を表す描写になりがちでしょ、うんうん、そうですね。なので L の3になりがち。じゃあパート2のですね、応答問題の場合は、はい、応答問題の場合は相手がしてきた質問、はい、その形を見て、直球で答えているものが L の3に入りがちなので、どこと聞かれて、場所を答えているとか、うんうん、誰が聞かれてで人間の名前を答えているとか、そういったものは L の3に入りがちで、で L の1というのは少しこう遠回りな答え方、例えば、まあ、じゃあどこと聞かれた、うん、どこと聞かれたんだけど、その情報を自分が持ってなければ、はい、例えば Let me check the email、はいはい、のように、ね、うんうん、相手の質問に答えたいんだけれども答えられないから、うんうん、ちょっと違う言い方をする、はい、会話としてはもちろん成立するけれども少し婉曲的になっている、うん、これが L の1に入りがちですね。なるほど、はい、L の2と4に当たるリスニングパート3、パート4なんですけど、ね、はい、パート3、4は69問が、まあ、ざっくりだけれども3分の1が概要を問う問題で、はいはい、3分の2が細かい情報を問う問題でできています、うん、でその3分の1の方、概要を問うものが L の2に入ると思っていただければ、まあ、ほぼ間違いないです。例えばパート3であればこの2人は今どこにいるんだろうか、はいはい、その場合例えば図書館にいる場合、俺たち図書館にいるよねとは誰も言ってくれない、はいはいはい、その代わり本を借りたいんですとか、はい、返却はいつですよとか、うん、延滞料金がとか、でそこから全部推測して、あ、こいつら図書館だ、うんうんうん、これを回答のプロセスはさっきの L1 に近いよね。なるほど、なるほど、想像が必要だから、うんうん、それは L の2に入ると。なるほど。で一方で男性は何を提案してますかとか、うん、女性は明日何しますか、こういったものはヒントが大抵具体的な情報で1回だけ聞こえてくる、うん、これは L4、うんうんうん、
なるほど、そういった形ではどういった問題が苦手かっていうのが分かるわけですね。まあそうですね。最後のですね、新トイックになって加わったフレーズや文から話しての目的や暗示されている意味が理解できるんですね、うん、これは一体何を表しているんですか。一番グラフが小さい、数値が小さい、ね、平均も絶対一番低いですからねになっているはずです。でおそらくここがギュッと低い人は L の1も低いんですよ、同時に。おー、そうなんですね、はい、で理由がちゃんとあって、ここは約15問 L の5に入ってるんですけど、うんうんうん、15問のうちの10問はパート2です。はい、でそのパート2の中でストレートに答えずに、うんうんうん、何か情報は出してるんだけども、ものすごくねこう状況に依存した答え方になってる、はいはいはい、うん、例えば今何時っていう質問があった時に、もしこの2人が今焦ってる人だとしましょうか、はい、バス停に向かってグワーッと走ってて、うんうん、うわやべえよライブ間に合わねえんじゃねえの、うんうん、っていう気持ちで今何時、うん、その場合聞かれた側は5時だよって言わずに、はい、大丈夫間に合うよって言うかもしれない、はい、それ人間同士の会話では、うん、まあ当然じゃないですか、別におかしくはない、うん、こういうふうに状況に依存しているもの、遠回しに答えてる、うん、けどその状況においては会話としては成立するもの、うんうん、そういったものが、約10問なるほど L5 に入ってます、うん、で残りの5問はパート3とパート4に登場する抜き出されたセリフの発言動機とか意図を問う問題、はいはいはい、そうですね、5問ありますね、はいはい、ある5問でしょ、はい、でさっき足したら15問ですよね、うん、だからここの5番目に関しては1問間違えると分母が15だからだいたい 6. 点何パーセント減ることになるんですよね。これが平均で50何パーでしょいつも、はいはい、54と、うん、だからだいたい半分間違えてるってことなんですね、うん、これはじゃあ複数のものに関わるってことなんですか。あ、そうですね、さっき言ったように L の1から4の中で全100問が分、はい、どっかに分類されてますが、はいはい、その L5 に入ると認定されているものに関しては2箇所に入ります。ここ1箇所だけじゃなくて実はパート2そしてパート3、4にも関わってるってことなんですね、これね。そうですね、はい、特にパート2の影響を受けがちだと言えます、うんうん、10問ありますもんね。そうですね、1個目と5個目がすごく関わってる問題が多いと、ね、例えば今400点500点ぐらいの人がこれから伸ばしていきたいなと思った時に、まあ、多分その人は L の1はすでに低いんで、はいはい、L の3を見て3も低いんであれば、うん、L3 を伸ばすというのが一つの戦術になるわけですよ。なるほど。そのためには文頭をしっかり聞き取って今これが求められてるよってこういう答えが返ってくるはずだ、はい、それをこう予測しながらズバッと言ってくれたものを選ぶ。なるほど。 When とか Where とか Who とかですね、まあ、特に消去法を使えば解きやすい、うんうん、そうすると L3が先に伸びていく。これはためになったんじゃないでしょうか。じゃあ次はリーディングについて聞いていきたいんですけども、これも5つあるわけですね。パート5がどこにあるんですか。パート5は文法と語彙なので、はい、R の4番目と R の5番目。なるほど。ここにほぼ半々です、ね。うんうん、文法になるやつっていうのは品詞問題、文法のルールを使って解く問題なので、はい、まあ、品詞の区別を問う問題とか、あとは受け身系、時制の問題とか、うん、関係代名詞とか、ね、はいはいはい、比較、はい、そういう代名詞、まあ、いわゆる文法的な知識があれば解けるもの、うん、一方語彙の方は言葉の意味に注目して選ぶ、うん、そういうタイプの問題。続いてパート6ですね。パート6は一体、はい、これちょっとね複雑になるんですけど、ここからね、ここからどんどん複雑になりますね。パート6はまず結論的に言うと3つの項目に分類されます、はい、まず1つは R の5、文法ですね、はいはい、2つ目は R の4、語彙問題、そして R の3に入るのもあります、はい、パート6の16問中4問だけ文を選ばせる問題があります、はい、あの4つは R の3にだけ入ります。残り12問ありますが、その12問というのは必ず文法系か語彙系なので、はい、R の4か5にどっちかに絶対入ると、うん、かつもしそのクエスチョンがワンセンテンスを見ても解けないタイプの場合は同時に R3 にも入る。12問のうち、まあ、近年のパート6って半分以上ワンセンテンスだけを見ても確定できないことが多いので、ね、R の4と3とか R の5と3のように2つに計上されることが多いです、ね、文脈語彙問題だと語彙に入りますし、文脈時制問題とかだったら、うん、文法とかにも入るんですね。パート6が苦手で解いてる時にどうもできねえなと、はいはい、できない感がある人はきっと R3 がへこんでるはずです。そうですね、もう文脈を使って解く場合は3-4だったり3-5っていうのが出ると、はい、そうですわけですね。複雑ですね、はい、複雑です。そして読解ですね、パート7は、はい、もっと複雑です、はい、パート7は4箇所にまたがります。まあ、全ての問題は必ず1、2、3、4のどれかに入るんですが、はい、まず1番目に入るもの、
R1 ですね、はい、これはある情報をもとにその文書自体の概要を問うタイプのものが多いです、はいはい、この文書は何に関するものですかだったり、はい、目的は何ですかだったり、うんうんね、これに書いた理由は何ですかのように、はい、細かい情報を探すというよりはちゃんとある程度塊で読んだ人が、うん、あ結局これってこういうものだな目的こうだなっていう風に抽象化できるもうほうほう、うん、そういう力が主に問われてます、うん、あるのには細かい情報を探すことができたのか例えば会議はいつ開かれましたか、うん、いろいろ読んでいると会議に関する情報が一箇所にあって、はいはい、でそれが先週の木曜日だとあ分かったこれってつまりその時点で答え確定しますよね、はいはい、別に選択肢がなくてもあ木曜だってことは分かる、はい、これでもう決まっちゃうそういうタイプのものは R の2番目であることが、はいはい、多いです、はい、R の3は、ね、複数の情報を関連付けるというタイプなので、はいまあ、ここに合致するものがいろいろありますそうですね、はい、例えば NOT を含む、はいはい、消去法で解く問題って、うん、文章の中に情報を3つ見つけてきてで、はいはい、あ消えた消えた消えた、うん、で残ったものを1個選ぶ、うんはい、これって関連付けはしてないけれどもでもヒントがいっぱいあるので、うん、R の3だし、はい、あとは文の位置を問う問題あはい、挿入する文の位置どこに入れるかってやつですね、はい、あれもピンポイントで一箇所読めば解けるような問題では全くないので、うんうんはい、R の3番目に入りますなるほどそれからマルチプルパッセージにおいて複数の文書に、うんうん、散らばった文書を、はいはいはい、ヒントを見つけなきゃいけない、うん、それも R の3番目に入りますなるほどそして R の4語彙問題これパート7なのに2問だけ、はい、あの語彙問題として分類されているものが1話あって同義語を問う問題、ねはいはい、言い換えですよね R の4に入りますなので、まあ、54問のうちの2問だけがもちろんテストによって若干ブレはありますけどね複数にまたがるのは一応6だけってことですかとパート7にもありますこれがややこしくてそうですねまあ、僕正直言って日本でおそらく一番長く一番深く調べてきたつもりなんですよただどうしても分かんないことがパート7の54問の中で2箇所に分類されるものがまあいくつかタイプはあるんですよ1を選ぶ問題さっき R3 のところで紹介しましたが実は R1 の方にも同時に分類されてますへえなるほどはいストーリーをちゃんと理解してないとこの情報ってどこに入れるかって分かんないんでねそれから糸問題ですね、はい、チャット、はいはいはい、チャットに登場する糸問題2箇所に分類されていることは確認したことがあります、うんうん、1と3ですあと数問だけ2箇所に分類されているものがあるってことは知ってはいるんだけども、うん、それがどれなのかまでは分からなくてどういう性質なのかに合わせて分類の場所が1箇所なのか2箇所なのかに分かれているだろうという仮説だけ今あって、うんうん、その仮説の検証を何度もやってきて失敗してますああじゃあそこは謎のままというわけなんですね、うん、次の動画ではその実際の得点率を見てみてどういうものなのかっていうのをちょっと分析していきたいと思います分かりました、はい、ありがとうございましたありがとうございました